基本的に手作り感は好きじゃないんですよ。これ本当に手作りなのって言われるくらいの商品が僕としては好みなんですけど、なんかちょっと変わってるっていうのを目指してるというかね。19歳ぐらいの時だったのかな、どうしても自分で指輪をしたくて、うちに2ミリぐらいの銅線があった。それをレジで丸めて自分で指輪を作って、路上で販売したんですよ。それが会社作るきっかけ。16年ぐらいはブランドジュエリー続けてたんですけど、原点に立ち返るじゃないですけど、そういう思いがあったのと、1から10まで全て自分で作るっていうのをやりたくてしょうがなくなって、手抜きしないで丁寧に作るっていうことですかね。1000個以上作っても慣れてきて早くなってるんですけど、やっていくうちにこうやったらもっときれいにできるなとかっていうのがあって、工程がどんどん増えてきた。今70になりましたけど、死ぬまでかな、やっぱりそれが僕の日常なのかなっていうふうに思いますけどね。